北朝鮮の核実験、朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮は2006年10月9日10時35分、KST に初めて地下核実験を行ったと発表した。各国が観測した地震波からの推定によると爆発の規模は TNT 換算で最0.5キロトン、最大で15キロトン程度というまばらな推定が散発し、謎が多いものとなっている。 これは北朝鮮政府による映像の発表等が全くないためでもあるが核実験独特の地震波が観測されているため一定の成果は上げたものと考えられている。2006年10月9日10時35分、KST 北朝鮮は地下核実験を実施。爆発による地震波の測定から環境を北道基地周軍豊か計里で実施したと見られている。 ctbt o に基づく地震波観測網及び津波早期警戒観測網の高感度地震計で各実験によるものとみられる人工的な地震波が捉えられた地震波を解析した結果推定された実験の規模は ctbt o の観測網は m4.0 気象庁は m4.9 アメリカ合衆国地質研究所ユスグスは m4.2 韓国地質資源研究院は M3.58 から3.7としている。震源の深さは 0km、ユスグスの推定で、通常の地震よりもかなり地表に近いところから地震波が到達したと推定されている。また、ロシア政府も同時刻に核実験を探知したとしている。なお、各機関によってマグニチュードに大きな差があるが、これは核実験が P 波を パルス上に出し、その最大振幅によってマグニチュードが決定されることによる。一つのパルスは観測点や観測状況によって大きく異なり、マグニチュードの誤差も大きくなる。アメリカ合衆国地震研究所、アイリスの地震系ネットワークでは、推定震源の近傍でしかその波が捉えられなかった。また、日本の地震観測網例えばハイネットは震源の 南東側しかカバーしきれず、満足な地震波形データが得られたとは言えない今日にある。核実験と同時に、あるいは誘発されて、自然地震が発生した可能性も指摘されており、これが核実験の解析を難しくしている。本来核実験ではほとんど発生しない S 波も観測されている。爆発の規模は高性能爆薬 TNT 換算で、ゆすぐすが0.5から5キロトン。 日本の東京大学地震研究所が0.5から1.5キロトン程度ではないかとコメントしている。最も大きな見積もりでも15キロトン程度とみられる。当初、日本やアメリカ合衆国などの各政府は核実験であるかどうかの確認には数日かかるため、正式に核実験が行われたとはしていなかった。一方、小型核の開発に成功したとの意見もある。実際、 北朝鮮は核実験の直前に中国に核実験実施を事前通報したがその時の設計計画爆発力は4キロトンとして中国に通知している。広島は16キロトンであり北朝鮮のプルトニウム核爆弾は15キロトンという推定を信じると初歩的な原爆を手に入れたことを意味する仮に1キロトンであってもそれでも爆発力は かなりのものであり、非常な脅威ではあるとされている。実際に、都心で爆発すれば、高圧の下級、1キロトンでは、温度100万度、直径40メートルが数秒間出現し、大変なことになると予想される。実験の成果は不明だが、今回の実験で北朝鮮側はデータを入手したので、仮想爆発になる可能性はあまり期待できないとの、見方もある。 放射能漏れなどによる周辺諸国への影響は実験前から懸念されていたが今のところ影響はないとされている。ただ韓国政府は実験後放射能の監視体制を強化して変化があった場合は民に知らせるとしておりこれに関連して日本の外務省は韓国滞在者や渡航者に対してスポット情報を出し情報に注意するよう促している。また 放射能漏れを心配する声が多いことから、日本海産の海産物などへの風評被害も懸念されている。為替相場では、円の対外相場がやや下落するなどの影響が出た。韓国では、株式市場への影響が大きく、韓国証券取引所総合指数が2.5%、コスダック、ナスダックの韓国版は急落のため、取引を一時停止する措置が取られた。 ジョージ・ワオカーブ・シュ大統領は、北朝鮮への物理的攻撃ではなく、外交的に話し合いで解決していくと述べた。安倍晋三首相の訪韓中に起こったことであり、対応は遅れた。核実験及び弾道ミサイル開発に対し、国際社会の平和と安全に対する重大な脅威、厳重に抗議し、断固として非難すると発表した。 国際連合安全保障理事会議長国として国連憲章第7章による制裁決議を進めていくほか日本独自の制裁の実施を決定した。なお、過客船万四本号はミサイル発射実験があった2006年7月5日から入港を禁止されている。秋葉忠都広島市長は10月9日強い怒りを覚える。被爆地、広島市を代表して 厳重に抗議するとのコメントを発表した。10日、北朝鮮に抗議文を送った。伊藤一長長崎市長は10月9日、北朝鮮に対し核兵器開発の即時中止を求めるとの抗議文を送るとともに、日本政府に毅然とした対応を求める要請文を送ったとのコメントを発表した。翌11日には長崎市議会も臨時会議にて、 北朝鮮の行為に抗議することを受け継ぎした。日本の都市では唯一、北朝鮮の都市、関門道本山市と姉妹都市提携していた鳥取県境港市は、核実験を契機に本山市側に対して破棄を通知した。国レベルの公式な外交関係がない北朝鮮の都市との姉妹都市提携はこれ一件であったが、破棄されたことにより、 日本と北朝鮮との姉妹として携はなくなった。中国政府は核実験の数十分前に北朝鮮から実験を行う旨の通知を受けたという。また、その通知を受けて中国政府は核実験の数分前に在北京日本大使館にも連絡を行っていたという。従来は北朝鮮の核開発疑惑に対する制裁措置に 慎重な姿勢を見せていたが、今回の各実験実施の法を受け、欧公和国連大使が一定の制裁を容認する見解を示した。2006年10月17日、中国政府は北朝鮮への送金を停止したことなどを事実上認めた。10月4日、韓国政府は朝鮮半島非核化宣言に反する行為、対話を通じた問題解決に逆行するとして、 強い非難の態度をとった。当日、安倍晋三首相がソウルを訪問し、韓国のロブゲン大統領と会談する予定が組まれていた。首脳会談は予定通り実施されたが、その多くの時間が各実験による対応に割かれた。また、一部の国民には、韓国が北朝鮮に対して実施していた、対応政策への反発も見られた。ロシア政府は、 核実験の約2時間前に北朝鮮から通知を受けたという。国営のイタルタス通信は100%核実験であると報道した。ウラジーミルプーチン大統領は軍事バランスの崩壊は容認できず無条件で非難すると述べた。また、コサチョフ国際関係委員長は核実験は米国の圧力が原因であると述べた。 金英南最高人民会議常任委員長は今後の核実験の継続は米国の対応次第である。金融制裁を解除しなければ六社会合にも応じない。と述べた。僕基地府国連大使が我が国の科学者、研究者に祝辞を述べるべきだと語った。国境警備兵は核実験の成功を誇りに思うと話している。 安全保障理事会決議1718を採択し、国連憲章第7章第41条に基づく、経済制裁実施を決定。これに対し、北朝鮮は、この決議は、我が国を崩壊させようというアメリカ合衆国の、シナリオでり、我が国に対する宣戦線布告とみなすと、朝鮮中央放送を通じて発表した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。